動画をご覧いただきありがとうございます。純一と申します。簡単に自己紹介します。趣味でアンプの真空間アンプの自作をしており、またあの動画の方でですね、アンプの作り方の説明をアップさせていただいています。今日の動画は以前投稿しました PK 分割回路の説明で少し足りない部分があったので、その部分を補足したいと思います。 えーまあ、2つ、えー、テーマとしてはあるんですけども、えー、と信号ですねまあ位相が逆位相のものが出ますよということを話したんですけども具体的な説明がなかったのともう一つは増幅度と最大出力についての説明をですねちょっとあの難しくしすぎてしまったかなと思ったのでもう少し簡単に話をしてみたいなと思います。 でまずは、えっ、ー、と、その出力信号の位相についての話です。でまあ、こちら、左側の絵を見ていただくと、まあここにですね、プラスっていうのが入ってます。で、えっ、ー、と、これ、真空管の記号になるんですけども、プレート、グリッド、仮想度。で、この辺の字のところはヒーターですね。で、えー、このグリッドに基本はまあ信号を入れるんですけども、まあ、こう、仮想度に入れるっていう回路もありますけども、基本は、 グリッドに信号を入れます。そうすると、まあ、プレート側とカソード側で、えー、信号が取り出せます。でその取り出したプレート側から取り出した信号っていうのはこっちに入ってきたのと違う向きになって出てくるんですね。でどういう意味かっていうと例えばこういう信号を入れるとプレートからはこういう反対向きの最初にこの1グリッド側にこういう山の信号が入ったらここプレートから出てくるのはこの反対向きになった信号が出てくるんですね。 反対向きのができますよってことでマイナスのものが出てきますよって話です。そして仮想度側はっていうとこういう信号が入ってきたら仮想度側はこういう信号が入ってきま、す出てきます。これね、仮想度側は同じでプレート側は反対側が出てくるっていうふうに、えー、覚えてもらったらいいかと思います。なんでね、あの、まあ、プッシュプルっていうのはこういう反対、えっ、ー、と、まあ、二つの愛、えー、対する えー、形の、えー、信号が必要ですよということで、えー、ちょっと説明がね、そこに抜けてましたんで、この動画で、えーまあ、ちょっと補足とさせていただければと思います。で、もう一つ、えー、増幅度と最大出力についてです。で、あのー、まあ、専門のね、えー、と、書籍には、詳しく、あの実は数式が書いてあるんです。でもね、数式を見なくても、真空間分の場合はね、設計できるケースが多いので、 ここでは、えー、ここで、えー、説明させてもらうのは、この PK 分割っていう回路を使った場合は、ここから入ってきた信号は、こことここは同じあの出力で出てきますよっていうことを一つ覚えておいてもらえればいいかなと思います。で、もう一つ、えっ、ー、と、最大出力電圧です。つまり、ここ、まあ今回ね、ここで1が入ったらここ1出てくるんですけど、えっ、ー、と、例えば最高でいくつまでの 高さの信号が取れるかって話ですねつまり、えー、と例えば10取れるし、えー、と回路を作ったとするとこう入力も10入れなきゃいけないんですけどじゃあここねいくつまで取れるんですかっていう話ですでそれはえっ、ー、と、まあ、あの真空管の場合はあの増幅ここに書いてあるんですけど増幅器結合表っていうのが抵抗増幅器結合表っていうのがあるんですけどもそこに最大出力っていうのが書かれてるんですね、まあ、例えば えとこの前回説明した回路だと、まあ、20多分 4V ぐらいだったんですけどもそれの半分になりますよっていうことだけ覚えておいてもらえればいいかなと思います。で半分っていうことは、えー、とここで、まあ、この回路 PK 分割じゃなかったとして 25V 取れますよっていう回路だとしたら pk 分割にした回路の場合は1 2 5ボルトその半分までしか取れませんよっていうことを、えっと、覚えておいてもらったらいいかなと思います。でまあそういうふうにやっていくことによって、まあ、この、ね、この後ろにまあ多分この先に出力弾が来ると思うんですけども、まあ、その出力弾が必要とする、えー、電圧に対してどういうふうに置いていくかっていう電圧の配分をしていくかっていうことが決めていくことができるかと思います。 まあね、あの、こんな形でちょっと補足ではあるんですけども、えっ、ー、と、今日の動画とさせてもらいたいなと思います。また、この資料の方はね、えっ、ー、と、後に、えっ、ー、と、ブログの方に、あのー、掲載しておきたいと思いますので、興味のある方はそちらも、まあ、ちょっとね、すぐはアップロードしないんですけども、しばらくしたらアップロードしますので、そちらも見ていただければと思います。どうもありがとうございます。